男性が本能的に大切にしたいと思う女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が女性に対して恋愛感情だけではなくてね、本能的に大切にしたいそう思う時ってあるんです。男性に本能的に大切にしたいと思わせる女性にはどんな特徴があるのか、今日はその特徴を6つご紹介をしていこうと思います。もうちょっとカジュアルにね、とにかく彼の気持ちをこっち向けたいわとかね、とにかく彼にね、口説かせたいわみたいなお話であれば、まあ、こういう話をねご覧になっていただいた方が、まあ、これはねこう大切云々というよりは、まあ、ちょっとね入り口の部分で彼の方からアプローチしやすいようにするためにはみたいなお話はこういうところでご紹介させていただいています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出ています。まあ、今日はそういうちょっと小手先見た話ではなくて、まあ、男性のねちょっと本能の部分について少しお話をさせていただいて、じゃあどういうねところを刺激すると男性は女性に対してね大切にしたいと思うのかというようなお話が中心になります。もちろんここでご紹介させてあげる話全てのケースに当てはまるかというとね、まあ状況環境とかねあなたと彼との関係性によって随分違いがあったりすることもあるので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しいただければあなたの状況や環境そして心の状態なんかをお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄の方にリンクが貼っておりますのでそちらから飛んでいただくとか、こちらにも同様のリンクが出ています。こちらの方からねホームページ飛んでいただいてご希望の日時でお申し込みくださいませ。ということで今日は男性がね本能的に大切にしたいと思う女性にはこんな特徴があるということで6ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、課題解決を一緒にできるお相手のことは大切に思うんですよね。課題といってもね、まあ、小さなことから大きなものまで、プライベートなことから家庭のこと仕事のことまでね、まあ、いろんな課題がね、生きてりゃいろいろあります。まあ、その課題を一緒に取り組みそして一緒に解決していこうと思う関係のお相手はやっぱりね大切にしますよ。なぜならば大切にしないとその課題を解決することができないから、力を合わせないと乗り越えることができないから大切にするんですね。まあ、これは合理的な判断で、そして同時に何かを成し遂げようと思った時にそれがうまくいきましたといった時の喜びや、残念ながらうまくいきませんでしたといった時の失望であるとか悲しみであるとか、そういったものも共有することができるんですね。同じ体験をし同じ感情を分かち合う仲間なんですよね。その仲間を男の人ってね群れが大好きだから大事にしたくなるんですよね。だからこそまあね、例えば、まあ、料理教室でも、ね、一緒にお料理しましょう合コンとかね、まあ、お見合いパーティー屋さんなんかでもね、まあ、お見合いパーティー行くとなんかよくわかんないゲーム一緒にやらされてね課題解決していきましょうみたいな話をしてたりすることってあるじゃないですか。あれって割とね理にかなっていて、男性は何かをね一緒に取り組む相手のことを大切にしたいと思うんですよね。無意識のうちに本能的にね、男の人は群れが好きだから、その群れを作ってあげることができるような女性というのは大概ね男の人にまあ大切にされますよ。まあ、そこから恋愛感情に発展するしないっていうのはまた、ね、同時進行でもう一本平行線で走る別の議論としてはあるんだけど、まずは仲間になること、共通の課題を解決していこうというね、グループに入ること、すると彼はあなたを大切にするようになるというお話です。さあ、そして2番目はこちらですね。だからこそなんですが、はい、お互いの立ち位置が明瞭であるということなんですよね。男性は群れが好きなんです。そして群れというのは組織グループなんです。お互いが平等の立ち位置じゃないんですよね。やっぱりリーダーがいて従属者がいる、まあ、会社であればね、まあ、社長、役員とかね、まあ、管理職や中間管理職っていうある程度こう組織のヒエラルキーになってるじゃないですか。男性はそのヒエラルキーの中で自分がどんな立ち位置にいるかっていうのはすっごい気になるんですよね。すっごい、それこそ、ね、全くお互いに利害関係のない男性同士が会合で会いました。その時に皆さんね
みんながみんなそうじゃないですよ。多くの場合はね、今どこに勤めてるのかとか、その人の年齢がいくつかとか、その会社でどんな立ち位置にいるのかとか、まあ、そういうね、相手の立場を見ながら自分の立ち位置決めるんですよね。なんとなくこうヒエラルキーで、あ、俺下の方かなとかね、上の方かなとかね。で、それは相手を尊重するとかしないとかじゃなくて、自分がどの立ち位置にいるかっていうことが分かると、その立ち位置に合わせた振る舞いができるから、すごい楽なんですよね。あなたと彼との関係も同じで、あなたが上から目線でね、彼をガシガシこう叱りつけるようなタイプであれば、まあ、彼は、あ、この人に俺叱られてればいいんだ、この人の言うこと聞いていけばいいんだ、彼女はリーダーで、俺は従属者である、じゃあ従属者として振る舞おうという関係をあなたと作ることができるから、すごい楽なんですよね。一方で逆にね、あなたの方が従属者、彼にね、いろいろ教えてとかね、彼に力を貸してっていうことでいつもお願いをする。で、彼は常に自分がね、リーダーシップを取っておかなければいけないということがあなたとの関係でわかるから、よし、俺はリーダーだから彼女を引っ張っていこうということで、自分が何をすべきかわかるからすごい楽なんですよね。だからそういう人との関係ってね、大事にしたい。一方で、すごく仲良しすぎてね、お互い立場が、なんていうのかな、こう平等っていう言い方は良くないかもしれないけど、まあフェアな立ち位置ですよ。そうすると男性としてはね、彼女に対して、その人に対してどういう接し方をしていいのかがいまいちよく分かんなかったりするんでね。だからなんとなくお互い、まあ、好感を持ち合いながらもお付き合いというところには至らなかったり、今一歩踏み込んだ関係にならなかったりするっていうことがあったりするので、割とね、あなたの方から彼に対して、まあ、明瞭な、まあ、上から行くのか下から行くのかっていうところはあるんだけど、そのあたりの立ち位置をはっきりさせてあげると、そうするとその関係自体をね、やっぱり彼とあなたというところでどっちが上か下かっていう話は別にしてもね、立ち位置がはっきりしているグループということを彼が認識するようになるので、あなたとの関係をすごく大事にしたくなる。まあね、こういうふうにこう叱りつけたねみたいなね、話も差し上げたり、時にはね、下からこうね、教えを請えみたいな話も差し上げたことがあるんでね、まあ、この話ちょっと思い出していただきたいんですけど、こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出ています。まあ、このあたりの話をね、すごく分かりやすく、彼に伝えてあげることができると、彼としてはそのあなたとの関係は大切にしたいと思うというお話でした。さあ、そして3番目です。はい、深い相互理解ができていると、そのお相手のことは大切にしてしまいますよね。まあ、深い相互理解というのは、自分のことをお相手が知ってくれていて、お相手のことも自分はちゃんと分かっている、いわゆるこうね、あうんの呼吸というところまでいかないにしても、ある程度関係がね、お互いに、まあ、なんとなくね、そんなに言葉を積み重ねなくても分かるような関係ですよね。もちろんそうなるためには数多くの言葉を積み重ねた結果ではあったりするし、共にね、共有時間が長く一緒にいましたっていうようなこともあるし、まあ、1番目に申し上げたようなね、まあ、2人で一緒に問題解決をしてきましたとか、2番目に申し上げたように、お互いの立場がはっきりしているという前提があった上で、お互いのことを理解し合えていると、もう完全にね、仲間なんですよね。家族、ファミリーなんですよね。まあ、ファミリーっていうと、まあ実際のね、ファミリーとはまたちょっとニュアンスは違うんだけど、やっぱり守っていかなければいけない人、自分のことをそんなに理解してくれる人ってね、世の中にはそんなにたくさんいないと思うんですよね。そして自分がそんなにこう理解できるお相手っていうのもそんなにたくさんいないじゃないですか。希少価値があるんですよね。じゃあその人との関係ってね、やっぱり大事だし、そしてまたね、誰か他の人と同じような深い理解の試合方をできるかっていうと、なかなかそうでもないと。だったら今ね、出来上がっているこの関係、自分のことを分かってくれて、お相手のことを分かることができているこの関係は誰だって大事にしたいし、さっきも申し上げたように、やっぱりファミリーでありし、群れだったりもするから、その関係はね、絶対大切にするんですよね。だからこそいつもね、まあ申し上げているように、自分の気持ちをね、日頃からやっぱり伝えるとか、お相手の話を常に聞くとか、まあ、できる限りね、包み隠さず、些細なことから大きなことまで、まあ、言えること言えないこと、ね、言うタイミングとかいろいろあるとは思うんだけども、基本的には一切包み隠さない。そしてお相手が包み隠さないような状況を作ってあげる。これはお互いですよ。そういう関係ができると、まあ、無意識のうちにね、大切にするし、まあ、これは多分男に限らず、あなたもね、そういう人が大切にしたいなというふうに思うと思うので、極力ね、相手との理解を深め合うこと、察してほしいとか察してくれ
また自分で勝手に察した気になるということではなくて、言葉を積み上げる、積み重ねるということをね、意識していただくといいのではないでしょうか。さあ、そして4番目です。はい。まあ、3番目がね、相互理解という話なんで、結果どうなるかっていうと、こういう話になるんです。リスクがないということですよね。リスクがない関係っていうのは当たり前なんですけど、とても大切にしたいんですね。人と人との関係、特に男と女という関係になるとリスクは必ずあるんですよね。特に男と女の関係ってね、それは女性からしてみた時にも男性に対してリスクがある男の人って絶対嫌じゃないですか、いろんな意味でね。それは男の人も同じで、特にまあ今日ねずっと一貫して申し上げているように、男の人は群れの生き物でね、その群れが壊れてしまうとか、群れから追い出されることってすごく嫌なんですよね。例えば彼とあなたとの関係の中で、あなたがねちょっとこう彼に対してものすごく負担になるようなことを言いました、やりました、結果彼が仕事がうまくいかなくなってしまって群れから追い出されてしまうとか、まあ、例えばあなたがね、彼のお友達を紹介されてお友達と会いました、その時に彼のお友達に対して、まあ、何かね、まあ怒るようなことを、彼のお友達がねブチ切れるようなことをあなたが言いました、で結果彼はそのお友達のコミュニティの中にいられなくなりましたみたいなことがあったりすると、それは困るよねと。それは繰り返し申し上げますが、男の人も女の人もですよ。ただ人間関係って必ずね、いつも申し上げるようにやっぱりリスクってつきまとうんですよね。本人に悪意があるかないかっていうのは全く関係なく、どんなに常識的でね、どんなにまあ社会的にも真っ当な人だと思っても、やっぱりその場その時その状況とか、お相手との関係性によって事故って起こり得るんですよね。ただその事故がね起こり得るにしても、多少はねやっぱりリスク少ない方がいいよね。あ、彼女とだったらどこでどんな人とも一緒に関わっていくことができるし、まあもちろんあなたとの関係も含めてね、人との関係が彼女を原因にダメになっていくこととか、自分のね、まあ、コミュニティから追い出されていくようなことって絶対にないよねということが、まあ、分かっていれば、まあその人は大概大事にされますよ。1番目からね、今日お話しさせてあげた3番目までの話をクリアしているという前提であるならばね、その上で全くね、まあ問題がない、まあだからここはあんまり深く気にする必要はないと思うんですけど、ちょっとね自分で、あ、私やばいやつかもっていうふうに思ってる人はそこはお気をつけになった方がいいかもしれないが、まあ、一般的にはあんまりそういう人っていないと思うので、まああんまり気にしなくてもいいんだけど、まあ男の人はねちょっとそのあたり気にする人もいるよと。そして逆にリスクがない人、まあそのあたり言ってみればこう人当たりがよくね、まああんまり波風立てない女の人っていうのは、男の人は割とこう大切にしたがるよねというふうに考えていただくといいのかもしれません。さあ、そして5番目です。はい。関係の維持に障害がない人なんですよね。別の言い方をすると、すぐ会える、簡単に会える、気軽に接触頻度を積み重ねることができる、まあ、高めることができるという人だというふうに思っていただいていいと思います。まあ、会社の仲間とかね、さっきの話じゃないけど、1番目の話じゃないけど、会社の仲間とか、まあ、サークルの仲間とか、自分がね仲間意識を持ちやすい人ってやっぱり大切にしたいんですよ。だって仲間になっちゃうんだもん。特別にね、好きだなと思う人がいたとしても、特別な存在としての女性がいてもね、結局身近なところで仲間になってる人の方が大事になっちゃうことってあるんですよね。だって特別なんだけど、会うのに時間かかるし、エネルギーかかったりもするし、まあ、そうこうしてるうちにこっちでね仲間意識がどん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 高まっていっちゃったりするんでね、まあ、そうするとやっぱり仲間を大切にしたいから、まあ、こっちの人は特別だなと思いながらもだん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 フェードアウトしていってしまうっていうことは、まあ、これはね往々にしてよくある。まあだから、まあ、遠距離恋愛なんかはね、まあ、ある程度こう年いってからだとねまた意味合いは変わってくるんだけども、若い頃の遠距離恋愛なんかは割とねうまくいかないケース、まあうまくいくケースもいかないもあるんだけど、うまくいかないケースが、ね、多かったりするのは割とこういうところによると。だから割とこう男の人ってね、身近なところで、お相手を見つけたりとか、身近なところの仲間をねすごく大切にする傾向はすごく強いので、まああなたが極力ね彼に大切にされたい、そういう存在でありたいと思うならば、彼と身近にねこう接触ができるような環境づくりというものを考えてみていただくと、まあ、意外とね簡単に大切にされることになるかもしれません。さあ、そして6番目です。はい、共通の敵なんですよね。1番目に、一緒に課題解決っていうお話を差し上げたのと同じような話ではあるんだが、やっぱり
敵の敵は味方なんですよね。敵の敵は味方であるイコール仲間なんですよね、だからそれはね、敵っていうのは特定個人ということだけじゃなくてもね、まあ思想信条というところでもいいのかもしれないし、まあ例えばまあ同業他社とかね、まあそういうところでもいいのかもしれないんだけど、まああの人はちょっといかんよねとかね、あそこにはちょっと負けたくないよねとか、まあそういうこう割とねエネルギーとしてはネガティブではあるんだけども、ネガティブなエネルギーを一緒に感じることができる人っていうのは、やっぱりその敵に勝つために、また、敵の悪口を言うためにということで、まあ、なんとなくねこう意識が同じ方向に向いていくので、まあ、感情がねお互い共有し合えるということもあって、仲間というふうに思われやすいんですよね。だからこそ、そういう関係ってね大事にしていくことができる。もちろんネガティブなことばっかりをさ二人でずっと言ってるような関係だったら、それは人としてどうなんかっていう問題はあったりするんだけど、まあ、時折ねこうご自分と、まあ、お相手と共にこうちょっとこれは問題だなと思うことに対する問題意識であるとか、まあ、この人ってちょっとしんどいよねと思う誰かに対するネガティブな感情とか、まあ、そういったものを共有できるお相手って、ね、いたりするとちょっと嬉しかったりするじゃないですか。なかなかこんなみんなに言えないけど、私ちょっと正直この件ってさこういうふうに思ってんだよねなんて、あマジで俺もそう思ってたなんていう人がいたりすると、あそうそうよかった、こういうふうに分かってくれる人がいてというふうに思うことって人間誰しもあったりしますよね。で男性の場合はそういう傾向は特に強いので、まあ、敵の敵はね先ほど申し上げたように味方になりやすいから、そして味方になると必然的に彼にとっては群れの一部だから仲間なんでね、そういう仲間を大切にしたくなるということでした。さあということで今日は6項目、ご紹介をさせていただきました。一貫して申し上げているのは、男性は群れの生き物であるということ、そして男性はその群れを大切にしたいと思うこと、だからこそ彼の群れの中に入ってしまえという話なんです。群れの中に入っていくことがまずはやっぱり恋愛関係とかね、今後長くお付き合いをしていく大切なパートナーとしての、まあ、大前提であると。もちろんここにね、当てはまらないというか、まあ、ちょっと自分こういう関係は物理的には難しいかもしれないなということであれば、またそれはそれでねまた別のアプローチがあるんだが、少なからずね、まあ、こういうふうに、まあ、彼の群れの中に入れる人っていうのは基本的にはね大切な存在になりやすいよね、そういう人を男性は本能的にね大切にしたがるよねというふうに思っていただくのがいいのかなと思います。また、逆にねあなたのパートナー、まあね、旦那さんでもいいし彼でもいいんだけど、まあ、そういう人の周りにねこういう人がいるとちょっと気をつけた方が、男の人はねこういうお相手のところにコロッとね、行ってしまったりすることがあるので、まあ、そのあたりも踏まえながら、まあ、男性ってこういう傾向があるよねということで、まあ、参考にしていただけるといいのかなと思います。現場からは以上です。